してこうして下げます。あ、これでよき。ちょっと後ろ映るんだよな。あ、いいこと考えた。こうだね。そう、オッケー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 。こっちはもう壁なんでいけないです、これ以上。はい、みんなハートありがとう。こんばんは。すごい、バラだるまありがとう。パク、ただいまのお時間は21時51分です。あら、45分に始めたかったのに。まだいいよ。ここ文字入れたくなる？オーディション中みたいな。ね。ゆみさんの卒業発表にちょっと泣いてたから、みちゃん見れて少し癒された。そう、あの、ゆみさんが今日の公演で卒業発表されたんですね。これ本当に驚きました。びっくりしました。なんか全然予兆というか考えたことがなかったというか、まだまだ一緒に同じチームで活動できると思ってたから、え、本当みたいな。え、本当に寂しいですよね。ね、あれは、え、だからまだなんかあの飲み込めない部分はあります。それは多分皆さんも同じですよね。けど2期生さんですよね。2期生のから今や師範として、あの、もう本当に私たちを育て上げてくださってるし、うん、全然気づかなかったし知らなかったです。そう、秋、最終活動は秋頃までを予定してるので、いや、予定してるってあのおっしゃってたので、秋ってなんか結構人それぞれ違うじゃないですか。12月はさすがに秋じゃないと思ってるんですけど、11月はまだ秋なのかなっていう解釈をしてるので、最後の最後までなんならやっぱり卒業撤回しますって言ってね、それはないかもなんですけど、そう、秋だからまだいっぱい、うん、一緒に公演出れたりとか、一緒にそれこそライブであのチームとして一緒にねコンサートできたりとか、なんかチーム M が今度フェスみたいなのに出演するらしくて、すごい。なので N もねいつかやりたいなって思いました。NMB の周年は秋ですね。秋の早い方、秋始まったぐらいにあるイメージです。周年出遅れた、そんなことないよ、ね、え、うん、そっか、ありがとうだるま。そうだよ、こんばんは。イエイ。うんとね、なんだっけ、6月、もう今5月のまあ中旬に差し掛かってきたところですかね。中旬に差し掛かってきて、
もうちょっとしたら6月じゃないですか。で、6月はね、リアルイベントあるじゃないですか。リアルイベントなので、皆さんリアルイベントに向けて何かしてることありますか？はい。そう、私はもう今日からというか、ちょっと最近もう自分磨きをしてみようかなと思って、一番嫌いのダイエットをしてます。嫌いというか我慢はできるんですよ、ご飯のね。ご飯を大量に食べるっていうことは、なんだろう、はしないんだけど、なんかねあのね、ずっとね、増えるっていうよりも減らない。そうけど、これはその何、体重とかじゃなくて、これはモチベーションのために、皆さんと会うモチベのために頑張ってるって感じ。そう、あ、そうだよ。しかもそう、リアルイベントの前に、あみちゃんの、あみちゃんっていうか福のあみちゃんっていう方の生誕祭を待ち遠しく毎日震えています。そう、19歳にもね、今月末になるんで、そこは意気込んでます。その時に成果出るか分かんないけど。まあまあ別に、まあ数字にとらわれないで、自分ちょっと気をつけようかなっていう。こんばんは、こんばんは。あ、けどそんな過度なことは全然しないですよ。今日は縄跳びをちょっと飛んでました。ちょっとギリギリ10代の、ギリギリ10代です。次が最後の10代です。無理。次が最後の10代か、しんみりしますね。まあけど、こっからもっと人生が濃くなっていくって聞いたことがあります。ね、二重跳びじゃない、普通の前跳び。ラストティーンだ。いや、福の美ちゃんっていう可愛い子の女の子の生態さん、いつなんでしょうね。いつなんでしょう。けど一つ言えるのは、誕生日が近いのが、ミヒナも近いから、ミヒナの生誕祭をやってからの私の生誕祭だから、予想だよ、勝手な予想は、5月あるのかなって感じ。5月に会ってほしいけど、5月いけるのかなって感じ。そう、勝手な予想です。たまに順番抜く時あんの。けどあんま、あ、そんな異例なことがあるけどないと思うな。ね、そうですよ、去年は5月の29日とかじゃなかったっけ、なんかそんな5月の29とかな気がするね。そう、今日昼夜で一気に生誕祭とか今までありました？あ、なんかどっちかは普通の公園とかの方が多かった印象、勝手な。おお、3月のお誕生日が5月に開催される、それはあるんだ。あ、昔はあったんだね。なるほど、生誕祭はなんか勝手に夜のイメージね。けどなんか昨日かな、最近ちょうど1年前ぐらいの、何でしたっけ、
生誕祭やった時のなんか TikTok みたいなんを見返した、金子さんに撮ってもらってる TikTok を、めっちゃあのね、自分が思ってる以上に子供でした。で、気になる人見てみてほしいんですけど、だってあれ18でしょ、思ったより子供でした。なんか幼く感じたね。こんばんは。幼く感じましたよ。あのさん、一期のが11月にやりました。やりました、出たかった。そうね、いや今は別に大人じゃないんですけど大人じゃないんだけど、なんか幼かった。髪型、何かがすごく幼かったどんどん若返ってる年取ってました、あっちの方が。いや、あ、メイクは確かにあの時は研究生メイクだったからかも。そう、いや、ね、そうですよ。いやけどこれはね、どうなんでしょう、な、何、ちょっと自信がついたのかな、おどおどしなくなった多分1歳若かった。確かにそれめっちゃありそう。確かにね、そうですよ。いや、今はどんどん綺麗になっていくねって言ってもらえて嬉しいんですけど、いつかどんどん老けてきたねって言われたら嫌だなね、縦に揺れますか。あ、最近画面の音、そう、こっち壁なんですよ。壁、真ん中行きたくても壁で行けない。緊張したら笑ってるイメージ。あ、緊張したらは違うかも。緊張したら顔分かりやすく固まるっていうか、え、分かり、多分最初の方から、あの研究生の時からしてくださってる人とかは緊張したら顔にもろ出るタイプ多分わかると思うですよね。で、どうかして壁に見えないですよね。緊張したら顔に出るだと思う。で、笑っちゃうのは、笑っちゃうとかあれになっちゃうのは、その、あ、ちょっとミスったっていう時に、その笑える系の曲だったら、あーってやっちゃう、あーってそう、隅、角、隅、わかんない、ここ、あ、ここよ、そう、M のまたぎとかの前半とか、え、顔固まってました、固まってたけど、一番自分が顔が固まったなって思うのは夢中ライムですね。あの N にまたがしてもらった時のやつが一番顔が、そう、ごまかすとき下のイメージごまかしきれてないよね。ナース出たらペロってしちゃいました。え、ドキドキしてるとこあるよ、あ、やっちゃったみたいなMC では緊張しない、 MC は緊張しないけど、本当にこれ一つ言えるのが、 MC でなんか、あ、盛り上がったと思ったら、その後ね、ルンルンです曲
なんか皆さん盛り上がってください。そう、そのまあその盛り上がってもらうために楽しいお話をできるように頑張るんですけど、はい、内心ニヤニヤしながら戻ります。お、今日手応えあったぞと思いながら。そう、アムコールがでかいとニヤッとするときあるね。正解、そらにやけますよね。そう、バラありがとう。あ、母の日だからですか。すごい、その顔わかりやすいです。本当、そんなんが伝わってきます。あ、よかった、あ、みたいな。ね、まあ顔には出やすいかな。顔には出やすいかも。うん、あみちゃんの MC は絶対場が会場盛り上がってるみたい。え、嬉しい嬉しい。 M と B2 ばっかり入ってんの、たまに N 入ろっかな。ぜひぜひ3公演制覇。反省会でトークの評価もあるの。あるよあるよ。最近、最近っていうかちょっと前から、その今はなんか MC を強化しようってなってて、でなんか最初この N が始まった時、この新しい体制で今の N が始まった時に、その全然、うん、入れなかったりとか、その全然発言をしなかったりとか、その後輩メンバーがっていうのが、あの問題というか、なんだろう、そこまださ仲が深まってなかったり最初はしたから、そのどこまで入ってっていいのかとか、その分からなくて、みんなそうなんか、あ、今入っていいタイミングかな、けど邪魔だったら申し訳ないし、めっちゃ先輩だしなっていうので、そうっていうのがあって、でなんかまあそら N が始まってまだちょっとしか経ってないから、そのなかなかね、その MC でどんどん突っ込んでいくっていうことはできないよなってなって、そうあの裏とかでも喋るようになって、でリハーサル、公演のリハーサルの時に MC の練習、MC をしてるんですよ。練習じゃなくて MC をしてるんです。公演の前に、公演リハーサルでダンスし終わった後、まあ、時間がある時その場で MC の練習してるんです。そうけどね、その時のお題は、あのその先生が、じゃあ今日はこのお題で話してくださいって、そうか、あのなんていう、今日はこのお題で話してくださいっていうのを、あの直球で何直球、あのそこでバッて、そうそこで初めてお題を知って話すっていう感じなのね。いや、あ、打ち合わせなしよ。その時に話した、そのリハーサルで話した公演、リハーサルで話した MC の話と、その日の公演の MC の、内容は違うの。 MC、 公演の MC の内容は、そのメンバーが考えてこういうテーマでいきますっていうのは考えてるけど、その公演の、リハでやるときは、あのね、即興、何のお題も前触れなく、じゃあ今日、前はなんか雨が降ってる時期だったのか、なんか雨が最近多くて、雨について話してくださいって、テーマ雨、トークテーマ雨だったの。そうで、そういう即興とか、トークテーマ雨だったり、お悩み解決みたいなだったりとか、あと新なんか4月になって変わったこととか、そういうお題をその時にそう考えて、その先生が考えて、はい、じゃあ話してくださいっていうことをやってますね。うん、
やその時にいいねって言ってもらえたことはあったよ。そう、雨は、雨の時はね、何話したっけ、あ、なんか水たまりが大量にあって、そこで、そう、もう雨の日の最悪なエピソード話した。で、最近のやつだと、一番最近は、朝が起きられない人が、朝が起きられないんです。どうやったら朝起きられるようになりますかっていうトークテーマで、それについて話してました。そう、そのね、その映像もさ面白いからね。なんか、MC の練習の MC の映像って、その自分の携帯、その時その日見るけど、自分の携帯からさ、長いから6分ぐらいあるから、ただただ喋ってる MC が6分ぐらいあるから、それをね、こっちの自分のデータに入れてないから、うわ、全部入れとけばよかったね。え、なんかダイジェストとして見たいじゃないですかね、ってな感じでやってますよ。ネタ中いるなって、確かにね、ネタ帳か、まあ、覚えておきたいネタ書いてます。京都、携帯の容量すぐいっぱいなるよ。本当にすぐいっぱいなる。動画がめっちゃ入ってるんですけど、この携帯今耐えてる。容量でかいのに、前よりはしたはずなのに、それでもって感じです。ハート、ありがとう。あ、22時12分になった。2が3つ揃ったってことで、そろそろルームスに移動しようかな。はい、じゃあランキングを読みます。そうね、うん、反応しない、いきます。13位フェニックさん、ありがとう。12位バドさん、ありがとう。11位タクボン、ありがとう。10位キヨさん、ありがとう。9位リダマル、ありがとう。そして8位トウイさん、ありがとう。7位ヨシさん、7位マボさん、ありがとう。6位ヨシさん、ありがとう。5位ヒサマル、ありがとう。4位タツニー、ありがとう。3位原田みのるさん、ありがとう。みのるち。2位ピコマル、ありがとう。そして1位はビースケさんです。ありがとう、みんなありがとね。このあとすぐルームスです。ルームスアミーゴの皆さんはそのまま移動してください。どっちが早いか競争です。バイバーイ。